授業の合間の休み時間中、私らはある話題で盛り上がっていた。スマホの検索履歴の話題だ。最近は何でもスマホですぐに調べられるから便利だよな。その検索履歴はスマホを奪われたりしなきゃ誰にも見えないわけだし、スマホの内側、それは誰も入っちゃいけねえプライバシーの空間だ。私もまあそれなりの秘密があるからな。だってのに、なんで私の秘密がバレたんだ。人様のスマホを覗き見するやつを取り締まる法律って必要だよな。なんだよいきなり。いやだってスマホの中ってかなりの個人情報が入ってるだろ。それはまあ、僕は銀行の暗証番号から SNS のパスワードまで全部メモ帳アプリに保存してるよ。げ、それ見られたらまずいんじゃねえの。大丈夫、パスワードかけてるから。だとしてもそこに保存してたらスマホが壊れた時とかに紛失しないか。ちゃんと他のところにメモ取っとけよ。全部同じパスワードだから大丈夫だよ。そっちの方が心配だわ。一回紛失したら SNS 全部乗っ取られるぞ。つうかパスワード1個ならメモする必要もないだろ。でも覚えられないし。マジかよ。ゆうたって暗記系苦手だったのか。得意でもない。胸張ってんじゃねえよ。でも犬巻くんの方が不安だよ。トゲ、この前授業のノートを借りたんだけどさ、何か暗号のようなものが端っこに書かれてたから、これ何って聞いたら、ツイッターのパスワードだって。どこに書いてんだよ。授業ノート、それ提出したらサトルに見られるぞ。そういえばこの前トゲのツイッターが暴走してたよな。そうなの。ああ、急にツイートしまくってさ、キクフク食べたいだとか、イジチに丸投げしてだとか。それどう考えても五条先生じゃん。犬巻くんが言うわけないじゃん。なるほどな、乗っ取られてたのか。てっきりトゲの裏の顔が出たのかと。そんな顔持ってたの。知らないのか、トゲは昔。聞きたくない聞きたくない。とまあ、ユータで遊ぶのはこのぐらいにして。つうかトゲのやつ帰り遅いな。自販機に行っただけなのに。俺たち3人の分も走らせたからな。マジカルバナナで負けたやつが行くって決めたんだから仕方ないだろ。トゲのやつ、おにぎりの具しか言えないのに、なんでマジカルバナナを提案してきたんだろうな。トゲってたまに抜けたところあるからな。でもほら、パスワードの他にも見られたらまずいものってあるよな。見られたらまずいもの？検索履歴に決まってるだろう。ああ、なんだマーキー、その反応はマキにも見られたらまずい検索履歴があるってことだな。べ、別にそういうわけじゃ。見られたらまずい検索履歴。あっ、お、ユータさんも心当たりがあるみたいだな。別にそういうわけじゃないよ。ツッコミ放題の分かりやすい反応だな。その反応はあれだろう、アダルトなサイトだな。違うよ。メガネ、ポニーテール、緑髪とか検索履歴に残ってるかもな。ないよ。だいたいスマホでそんなサイト開かないよ。パンダ、一回ミンチにしないとわからないみたいだな。なんでマキが怒ってるのか俺わからないな。マキさんは普段どんなことを検索するの。私はトレーニング法とか。色気ね。あ、男にモテる方法とか検索しろよ。興味ねえよそんなこと。そうだよパンダ君、マキさんはそのままで魅力的なんだから。ほうほう、なるほどね。こんな天然たらしが。なんで僕を睨むの。じゃあさ、じゃあさ、今度は二人で俺の検索履歴を予想してくれよ。え、興味ねえよ。僕もないかな。ひどい、もう少し俺に興味持とうぜ。パンダの検索履歴だよ。どうせネットショッピングでカルパス注文しまくってるだけだろ。それはしてる。お前の部屋からすげえするんだよカルパス臭が。あれ嗅いでると甘いもの食べたくなるよね。じゃあさ、せっかくだしみんなの検索履歴を見せ合いっこしようぜ。え？だってやましいことはないんだろ。それはまあ、でもほら
下手にいじってパスワード公開したら大変だし。そんなおっちょこちょいなこと言うたぐらいしかしないぞ。ま、人の個人情報だからな、そういうのは良くないんじゃないか。別に見られたくないものがあるとかじゃないけど。なんか怪しいな。まあさすがに変なことはね、検索してないけど。だよな。まあなあ。これ絶対何か隠してるな。ほらそろそろ授業も始まるし、この話題はこの辺で終わりだ。そうだね、そうしよう。すごい触れられたくない感が溢れてるな。なんだこの光。う、眩しい。いかバルス、一人で無視化寸劇やめろ。だっていつもは乗ってくれるトゲがいないんだもん。お、どうしたパンダ。一体何の光だったんだ。あれ、なんだよお前ら、私に変なものでもついてんのか。ついてる、すごい変だよ。え、喧嘩売ってんのか。違くて。あれ、ユータにもついてる。え、なんだユータ、その頭のってパンダにもあるのか。ってことは私にも。マキの頭の上に書かれてるのは姉妹仲良し方法。なんだこれ、どういうことだろう。あれ、マキなんか恥ずかしそうだな。だよ。え、スマホの検索履歴だ、私の。スマホの検索履歴が頭の上に表示されてるってこと。じゃあ俺にもあるのか。僕にも。私の見たんだ、お前のも見せろ。隠すんじゃねえ。うわ、これ表示されてるのに触れない。ていうかマキ、お前マイと仲直りしたいんだな。うるせえ、別にそんなんじゃねえよ。マキさん、ほのぼのした目で私を見るんじゃねえ。俺たちも協力してやるよ。バカパンダの検索履歴は、イエー、パンダ、人間、支配。怖すぎるよ。お前サイコパスパンダだったのか、サイコパンダめ。俺人間嫌いだから、いつか地球をパンダで征服するんだ。すごい発言。聞かなかったことにしようぜ。ま、見られちゃったものは仕方ないな。次はユータの検索履歴だな。見ないで。思春期、高校生、妄想。うわっ。へえ。ユータ、何を妄想したんだよ。違うんだよ、僕がしてるわけじゃなくてね、僕のお友達のお兄さんの弟がね。それお友達本人だぞ。つうかユータに私ら以外の友達いないだろう。マキ、ユータの地雷を踏むなよ。ユータしっかりしろ。大丈夫。まあ別にお前が何を妄想してようと余計な詮索はしねえよ。お前も年頃の男子高校生だからな。マキさん、ややかな目を向けるのはやめて。思想の自由ってやつだな。そんな大層な言い方をされると恥ずかしい。まあ結局検索履歴が公開されちゃったわけだが、寿命が縮んだ気がするよ。あれユータ、お前もう一つ表示されてるぞ。あ、本当だ。なんで僕だけ二つ。無理無理、もう僕をいじめないで。何、マキさん、真実の愛、似てる言葉、かっこいい。真実の愛って。苦笑いしないで。おいユータ、これってやばい。まさかお前の名言の純愛って事前に調べて準備してたのか。あんなにかっこよく純愛だよとか言ってたのに。ネットからの受け売りかよ。痛い、心が。ユータ無事か。重症だな。なあユータ、もう一回言ってくれよ。純愛だよって。ユータが吐血した。こりゃ面白い。ユータをいじめるなよ。あれ、あそこにいるのトゲじゃねえか。犬巻くん、
あ、ユータが生き返った。トゲに助けを求めてるな。あいつ自販機に行ったはずだよな。飲み物持ってないぞ。その代わりにぬいぐるみやらお菓子やら抱えてるけど。あいつ絶対麓のゲーセンまで行っただろう。俺たちの金で？満足気な顔で戻ってきてるね。お、トゲの検索履歴も書いてあるぞ。トゲの検索履歴か。 YouTuber の熱愛とか調べてそう。ゴシップ好きなの？ YouTube が好きだからな。あ、見えた。なんだって？いくら写真、ツナマヨ写真、鮭写真、明太子写真。怖すぎる。あいつ普段何調べてんだ？たまに真剣な顔でスマホを見てる時ってこんなことを調べてたのか。おにぎりの具の写真なんて見て何が楽しいんだろう。こりゃ検索履歴面白選手権はダントツでトゲの優勝だな。俺たちが預けた飲み物代はトゲの優勝賞金としてくれてやるか。そんなの始まってたの？にしてもなんで急にスマホの検索履歴なんかが可視化されたんだ。本当だよな。とりあえず外に出て確認してみようぜ。そうだね。お、またお、サトル。ごめんごめん、授業始まってるのに遅れちゃって。今日はサトルの特別授業だったな。特級呪術師の僕くんが直々に授業なんてレアだからね。みんな席について。去年散々受けたが。おい、あれ気づいてないのか。今日の授業はどうしたら僕みたいになれるかがテーマだよ。ん、みんなどうしたの？黙りこくっちゃって。サトルの検索履歴はモテすぎる、困る。目立たなくなる方法。うぜえ。え、何の話してるの？五条先生、スマホの検索履歴が可視化されてることに気づいてないのか。お、もう一個最新のやつがあるぞ。生徒に好かれる教師特徴。マジで何の話？サトル、お前私らに好かれたいのか？なんで僕の検索履歴知ってるの？先生、僕たちの頭の上を見てください。なんか表示されてる。なになに？パンダ、人間、支配。怖っ。それは俺の検索履歴だな。ねえ、パンダ怖っ。さっき変な光に包まれたと思ったら頭の上にこんなのが表示されたんだ。マキはマイと仲良くなりたいの。うるせえ、もういじるんじゃねえ。ユータは無言で笑うのやめてください。サトルだって私たちに好かれるためにスマホで検索かけてるとはな。別にもう好かれてはいるけど、僕は日々成長する教師だから庶民の意見も聞いておこうと思ってね。上流階級気取りかよ。それでなんで急にこんなのが表示されたんだ？ああ、多分それは僕のせいだね。またお前かよ。実は僕の肉眼を利用して何か呪具を作れないかなって思ってね。肉眼は磁力とかいろいろ普通見えないものが見えるんだけど、その実験の結果、副産物としてスマホの検索履歴が可視化できる呪具を作っちゃったみたいだね。やっぱり僕って天才。たまたまできたんだろ。誰得の呪具だよ。さなが、頭の上の検索履歴はその後すぐに消えた。ほんとおかしな呪具が作れちゃうもんだな。まあなんだ、視聴者のみんなも検索履歴はこまめに消しとけってことだな。誰が見てるかわからないぞ。あと私の検索履歴は今日中に脳内から消去すること。この約束を守らなかったらどうなるかはお楽しみだな。動画を見ていただきありがとうございます。鮭、昆布、ツナツナ。他の動画も見てねと言ってるのだと思います。よろしくお願いします。チャンネル登録も忘れないで。